帝王テラーマクロの死によって悪の王国ドグマは崩壊した。しかし B52 暗黒星団からは新たな邪悪の使者が派遣されていた。悪魔元帥を資料とする悪の組織ジンドグマ、今その魔の手が再び地球の平和を脅かそうとしていたのだった。ジンドグマの超永久怪人鬼ビビンバ、彼は配下の暗殺集団夜光虫を使いヒーローたちを倒すために動き出していた。
ジンドグマの超永久怪人鬼ビビンバの企みは失敗に終わった。しかしジンドグマの攻撃がこれで終わったわけではない。迫り来る激戦の予感を胸にヒーローたちは戦い続ける。走れヒーロー、燃えろヒーロー、ジンドグマの魔の手からこの美しい地球を守るのだ。